オリジナルモード。
約束したんだもの。たくさん頑張ったらまた遊んでくれるって。いっぱい、いっぱい頭撫でてくれるって。イリス様、早く。お願いします、危険です。すぐに降りてください。痛い。でも、頑張らないとお父様に遊んでもらえないもの。お父様が遊びに来てくれれば、お母様も喜ぶもの。だから、イリスが頑張らないと。イリスは、まだ、頑張れるんだから。死の誓いにかけて。
私の力に怯えて逃げ回りなさい。私は金城を復活させたのよ。負けるはずはない。負けるなんてことないはずよ。自分の欲のために振るう力では何も得ることなどはできない。そのような我欲に満ちた力では国のために戦う私を倒すことはできないと知れ。知ったようなことを。お前は自分のためではないというの？国のため？王に弓引くお前の力は国のためなのかしら？国に戻りたいというお前の欲の力ではないの？違う！私は自分のためではない。真実を知るために戻らなくてはいけないのだ。まあいいわ。私は負けたのだ。だが、何かのために負けたのではない。私より、お前の力の方が大きかったというだけだ。その強大な力を使って、邪魔する者たちを倒し続け、お前の欲を満たすがいいさ。自分が正義だと言って、すべて踏み潰すがいい。私がこんなところで。騎士の誓いにかけて。
ください。降りることはできないのですか？すぐに逃げてください。どうすればいいかなんてわからないわ。どうして自分がこんなことをしているのかもわからない。ただ歌っていたかっただけなのに、みんなと歌って舞台で歌ってそれだけでよかったのに、どうしてこんなことに。あなた守護騎士団の人なんでしょ？どうして私たちを守ってくれなかったの？どうして私たちはこんな目に遭っているの？どうして。これでやっと楽に。
守護騎士団の役目だが、人々を守ってこその守護騎士団ではないのか。グラハム王よ、あなたは一体何をされているのですか。私は人々を守るために守護騎士団に入隊したはずなのに、私は一体何を。王よ、あなたを守るべき人々に何をしようとしているのですか。エレメントシュートも強化をするのかしら。レベルが上がったようね。レベルが上がったようね。レベルが上がったようね。許してはおけない。やはり来たか、アレックス。アレックス、なぜ戻ってきた。今の王都に戻ろうなどと。国が、王が変わられてしまったことは気がついているだろう。アイラ、あなたこそ何をしているの。この絵団長がこんなところで、それにこの荒廃した町々、まさかあなたがやったの。私がやった。私はこの生き師団団長だ。王の命に従うのは当然のこと。そんな、アイラ、もうやめて。私と一緒に王のもとへ行きましょう。これ以上人々が悲しむようなことはやめて。それに、私はあなたとは戦いたくない。私は王の盾、そのことは知っていよう。たとえお前でもここを通すことはできない。来い、アレックス・マーティン。私は王の盾、ここは通さない。ノーだ。私は負けるわけにはいかない。はあ、行け。まだまだ。
そこまでして王を守ろうとするの？王が変わられてしまったことに気がついているのに。私は最も王のそばにいたのだ。誰よりも王が変わられてしまったことは分かっている。じゃあどうして、どうしてこんなことをしているの？あなたなら王を止めることができたのではないの？お前に王の何が分かる？王の絶望がお前に分かるのか？王であり続けるためにグラハム様がどれだけ苦しまれたかお前は分かるのか？私は王の盾であることを誓ったのだ。その誓いは絶対に破れない。王がいなければ国は成り立たないが、人がいない国もまた成り立たないか。さて、どっちが正しいのか。あの親父なら今の私を見て何と言うのかな。アレックス、あとは頼む。
戻ったようだな、我が騎士よ。まさかここまで来るとはな。グラハム王、目を覚まされてください。以前の聡明な王にお戻りください。聡明か、聡明とは何を言うのかな。力がなければ何も守れない。では力を求めないことは聡明と言えるのか。ですが、そのために国民を犠牲にすることは間違っています。間違いかどうかは王である我が決めること。騎士団長ごときが国のありように意見するなどおこがましいとは思わんのか。まあこれ以上放つ必要もなかろう。お前が守りたいものが何かは知らぬが、勝った方が正義ということでよいのだろう。何人も邪魔立ては許さん。行かれ。団長になるだけのことはある。王よ、なぜあなたはそこまで力を欲したのですか。王子と王妃のことは王のせいではないではないですか。そうかな。我にこの国にもっと力があれば起きなかったと思うが、違うか。それは、わかりません。ですが、王が大切な家族を失って悲しんだように、人々もまた、同じ悲しみを負っています。力があれば、国は栄える。人もまた増える。そのための犠牲はやむを得ない。力があれば、失ったものを取り返せるかもしれない。我は愚かな王なのだろう。だがな、聡明な王などと言われて我が得たものはただの絶望だったぞ、アレックス。力だ、もっともっと強い力だ。禁呪を使えばより強大な力を。お前の定めた道を行くがいい。私にはやるべきことがある。後になるかと思ったけど、これでしばらくは退屈しなくて済むかしら。あなたは何者です。一体どこから来たのですか。意外と暗いのね。人間の世界は明るいと思ったのだけど、久しぶりだからよくわからないわ。何者ですかと聞いています。聞こえていないのですか。もしかして私に言っているの。人間風情が私に質問するなんて、全くいつまで経っても愚かなのね。
少しだけ不愉快だわ。とりあえず消すことにしようかしら。何この力は。面倒だからこのガラクタでいいわ。さっさと絶望して消えなさい。エレメントシュートも強化をするのかしら。レベルが上がったようね。レベルが上がったようね。レベルが上がったようね。あなたにリディア様の祝福がありますように。諦めはしない。数百年ぶり。
欲望のままに力を増やすことで、いつでもいいわね。私には無限の時間があるから、その時また会いましょう。私にはやるべきことがある。混乱した王国だったが、その後王城から離れた塔で軟禁状態でいたグラハム王の弟君が王位を継承することとなった。本来なら逆賊は大罪だが、原因はグラハム王の乱心であり、国を至急立て直すために英雄の存在を用意する必要があると判断され、アレックスは恩赦という形で愚問となった。団長、この木材はどこに運べばいいんですか？それは通りの向こうの公園に運んで。団長、王城の調理場から食べ物をたくさんもらってきました。パンだけじゃなく肉も魚もあるし、どれもすごくうまそうですよ。じゃあ先に町の人たちに配ってあげて。これじゃ俺たち雑用係ですよ。血の騎士団の任務じゃないよな。文句言わない。人々のために働くのが守護騎士団なんだから、これも任務のうちよ。早く早く、今日はロベルト・マリリン様の初主演の舞台よ。ああ、待ってよ、目が合っちゃうかもしれないから、お化粧に時間がかかっちゃって。はあ、私も行きたかったな。我慢我慢、これからは何回だって行けるんだから。私はどうするのが良かったのかまだわからないけど、でもこの国のために、この国の人たちのために、私は私にできることをしていくから。